意気込みをお願いします。まあそうっすね。やっぱラスをしばくぐらいですかね。やっぱり。まああいつをボコボコにしてやろうかなと思って今回。そうっすね。ラスを。はい。ラスボコボコにしてやろうかなと思って。あんま強くないんで、やっぱり。言うても。じゃあライバルチームは、あ、ラス。ラスのチームっすね。もうライバルチームっていうかもうラス。ラス。もうライバルチームとかじゃなくてもうラスがライバルみたいなとこありますね。なんか結構強いって言われてますけど。まあ言われてるね。言われてはおるけどね。やっぱり。まあそろそろまあ、ワールズエッジのラス、キングスキャニオンのダルマって呼ばれてるんで、もう言まあわれそろて、そ言ろわれ決て。着、あ、そうっすね、言われてますね。あいつをしばいて、まあ、ワールズエッジも取ってやろうかなって感じですね。お二方は。僕、ちょっとセリーさんやっちゃおうかなって。普通に。なんか、ウィングマンマスティフで、なんか、ブイブイ言わしてるらしいですけど、まあ、拳でやっちゃおうかな。拳でね。拳で。普通に、はい。なるかさんは。そうですね。私もモンドさんもやっちゃおうかなって思ってますね。あ、いいね、いいね。スナイパーだったりとか、すごい有名な、まあ、逆に頭抜いてやろうかなって思ってます。そうね、そうね。普通にね。普ていうか、なんな通らに。俺らで、そいつらしばいて CR のエイペックス部門になったろうかな、思っそうってるすね。から。全然 CR 入りますよ。全然。そう。マジくでらいですけかね、まあ、あんど。そうっますね。志、ちょっとあんま低めで申し訳ないですけど。申し訳そうない。ね。ありがとうございました。はい。